明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年初撮りですね。そうだけど出すのが後だから、はい、季節感がそうですね、うん、はい、今2度ぐらいです気温が一発目なんで真面目なのやりますね。いきなりなんですけど超重要な下半身の動き使い方やります。なんでこれをやろうと思ったかと言いますと、上の動きを気にする方が結構多いのと、下を動かそうとして自分でこう動く方の動きを意識されてる方は多いので、うん、その2つはめちゃくちゃ多いの、うん、だけど下を正しく我慢して上のために耐えておこうっていう方がめちゃくちゃ少ない。うまくクラブパスにクラブが乗らなかったりとか、そういうのって結構下半身なのよ。原因そうなんだ、うん、それをやりたいんだけど、うん、いいかな。いいけどいきますか。いい、斬新だね。ほんととにかく下半身を使おうとしてる人は、うん、もう相当いるのよ。いるよね、うん、上が全く使えてないの。そういう人がすごい多い。平井博明のワンナップゴルフやろうか。じゃあアドレスがしっかりしてないと、ちゃんとした形になってないと、ちゃんとしたスイングはまずできない、うんうん、どんだけ形が知ってても、うん、その形に動けないよね。アドレスってさ、だいたいつま先から膝がこう同じぐらいのこのなんだろう位置にあってほしいのね、うん、なんとなく、うん、まあ、つま先からちょっと膝が内側ぐらいの感じ。ほぼほぼだからこうはなってないのよ、うん、これはもうかかと重心になっちゃってる。そう、こういうこれぐらいの感じで、イメージ的にはすね、うん、と背中が平行になってるぐらいがすごくいいアドレスなんで、うん、こういう状態で相当ここ張るから、お尻をこうやって上げる、うん、上げて膝を曲げる、で高さの調整をする。でこれなんでこれをやるかっていうと、ダウンスイングでこうなる人ね、これがアドレスでできてない。あ、そう、こうなる人ってアドレスが緩すぎる、だから動いちゃうってこと。動いちゃう。ここの角度がキープできてたらフォローってこうやってなる。うん、だけどアドレスでここが緩いとこうなる、はいはい、クラブが垂れる、寝る、でインサイドから来てチーピン右プッシュが出る、で打ち込めない、うん、これ全部アドレスが決まってない人がそういうミスが出ちゃう。でアドレスの時点でお尻がちゃんと固まってるから動かせないんだ、うん、そう、それがねちゃんとアドレスからできていればそういうミスがすごく減る、うん、でこうここの角度をキープしてこうやってバックスイング取るでしょ、うん、バックスイング取って取った時もあのねやっぱりこうやって引く人めちゃくちゃ多いのよ。うーん、引くことがどうのこうの言わなくていいから、うん、とにかくその右膝の位置と向きを変えないでこうやってバックスイング取れるところまででいい。うーん、でそっからこの膝を、前も言ったけどこの膝を変えないでこっちを送ってあげるの、こうやって、うんうん、こうやって、うん、そうするとこうやって膝がくっついてこういう綺麗なフィニッシュっていうのが取れるようになってくる、うん、その時に左膝っていうのはあんま伸びないよね。他の動画では言わないと思うんだけど、うん、スパイクの中ってみんな知らないでしょ。知らないね。知らないよね。知らない。こうやってなってるから。どういうこと？これダメなの、こう。ああ、はい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 。いいフィニッシュってこうやってなるから、こう掴んでんの、こうやって、あ、地面をこうやって、こうやって掴むから土踏まず浮いてるでしょ。浮いてる浮いてる浮いてる。こうやって地面を掴んでるでしょ。これが耐えられる、こうなるからね。あ、そうなんだ。そう、ここのこの練習ができたら、うん、かえってこうやって片足上げてこうやって靴下を脱げない、うん、ここが張ってるそれぐらい左内ももにこうやってパワーが乗ってこうやって地面をかむ。そうなんだ。そっちゃダメなんだね。ダメ、これダメだ。もうダメだ、逃げちゃってんだ力も。そう、地面をこうやってかまないと、こうやって
掴むんだね。それぐらいこうかかと重心だったら噛めないじゃん。そうだね、そうだね。あ、そうそう。これスパイクの中言ったのもなかなかないから、ね。ないね。なんで靴脱いでんだろうと思った。何してんの。手袋してんのに靴脱いだからね。これは、うん、やばい。めちゃくちゃ重要だから、ね、うん。ダウンスイングからの。うん、で、それが噛めば、うん、左股関節にこうやって入るの、こうやって。そう。これこうやって入れない。そうだね。そう。これも入れない。あ、なるほど。それで力入れんだ。そう。そこで、こっちの右サイドの送りの力を止めるの。そうだね。そう。確かに左足で反っちゃったら止まんないね。そうそうそう。逃げちゃうね。そう。で、右胸をカッと送ってあげて、こっち噛んでるから、うん、パワーがギューってなる。あ、そうか。それで飛ぶから。で、その、ここが、うん、はまるってことは、うん、クラブが上から入るからね。そうだね、うん。クラブが下から入る、伸びるなると、うん、全部この関係性になるから、うん、パワーが出ない。うん、飛ばない、ね。前もさ、アウトから来た人のこうはできないですね。うん、そうだね。それと一緒。そう、それがすっごくあるから、そのアドレスの姿勢だったり、うん、この収まり方っていうのがすごく重要。うんうん、それができると飛ぶの？飛びます。あ、飛ぶんだ。で、スイングが安定するから。ああ。要は、ね、クラブのパスのブレがなくなるから。あ、そうなんだ。そっか、上がブレなくなるのね。そう。下の土台がしっかりしてれば、うん、上がブレなくなるからね。うん、で、ここでポイントね。うん、こう、綺麗にこうやって膝がくっつくフィニッシュのポイントっていうのは、うん、アドレスでここに空気の球を潰してみる、こうやって。うんうんうん、軽くこうやって押さえて。そう、そうすると、それを最後までキープできると、こうやって勝手に膝が寄るんですよ。そうすると綺麗なこ こういうフィニッシュじゃなくて、なちゃんとこういうフィニッシュが取れる。あ、ずっと内側にかかってんだ。そう、こうじゃなくて、うん、このままこうって寄せてるの、こうやって、はい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 、こうやってグッて、ここにこうこういう感じ。そう、それがすっごい重要だからって、あのボールを挟んではやんないんだ、腕みたいに強すぎちゃう。あ、そうなん、あ、それじゃダメなんだ。そう、空気で、空気でいいんだ。空気の玉を挟んでれば、こうやって軽くこうやって回転できるから。そう。その感じがすっごい重要。使い方っていうのが、すっごい大事なんだ。うん、だからしっかりこう、アドレスからこう、バックスイングを取って、うん、その時も右膝がこうやって割れない。で、インパクト、ダウンスイングからインパクトまでも左膝が割れないで、こういうフィニッシュを取ると、こう全体的にスイングが締まってる。うん、そう、そうすると上が好きに動けるようになる、うん、そうなってくると安定してきます。それがね、結構上半身の起きとか、うん、その起き上がりとかそういうのも関係してくる、うん、だからこうクラブが寝たりとかしなくなるんで、ぜひその下半身の使い方、うん、我慢する方の使い方を覚えていただいた方がいいですね、うん、でもよく動画でさ、腰を切るとかさ、下半身からみたいなさ、うん、あるじゃん。あれは何である？腰を切っていい人の条件って、ここにこうやってはめられる人、うん、あ、もうじゃあそれができてるってこと、うん、そう、これができてないと、これできてたらいくら切ったっていう。へー、うん、そんな切れないから。あ、結局ね。あ、でもいいよ、切って。ここが伸びないで、うん、こうやってここにこうやってクラブこうやって挟めるんだったら、うん、いくら切ったっていう。へー、で、切る人って伸びたり引いたりするでしょ、うん、だからとっちらかんない。そう、それは切っちゃダメ。あの、切り方がちゃんと学んでからやった方がいい。ここにこう、左股関節に、ここの前傾のここの角度をキープしたまま左股関節にこうやって入れられるんだったら、うん、いくら切ってもいい。その代わり、上が間に合わなかったら意味ないけどね。あ、まあそうだね。ね。うん、そうだね。だからその二つの条件クリアできたら、いくらやったっていい。ああ、うん。好きなほど。あとなんか下半身使えっていう動画も多いね。どういうふうに使えって言ってるのか全然わかんないけど。こうやってね、こう踏み込むタイミングだったり、そういうものを使えてよく言うんだよね、うん、あ、でもそれってみんな振り遅れてる人は言わないんだよね。それ言ってる人って振り遅れてる人は言わない。そう、あ、だから間に合ってる人が言ってるから、それは成功するよね。そうか、そういうことか。そう、間に合わない人が見たらダメでしょって。まあそれはどれでもそうだね。そう、そうなの。確かに踏み込むし、うん、切るし、うん、回るんだよね、うんうんうん、だけどそれは、うん、それを発信してる人って、うん、振り遅れてどう右しか行かない人は言ってないわけ。そうだね。だよね。だってスライスに悩んでる人は腰切った方がいいよって言わないじゃない。もうそれ以上右行くんだから。そうか。そう。
なんかそういう動画の見方。あ、そういうことか。うん、あ、確かにスライスのスローに腰切りましょうねって言わないといけない。言わない、そう。そういうことでしょ。そういうこと。そういうことなのよ。ただ一例をその遅れてない人がこうするとこうだよって言ってるだけであって、そういうことか。何々しないようにってよく動画でよく言うでしょ。まあうちもやるけど、うんうん、何々がならないように、うん、そういう人ってそうなってないからね。あ、なってる人はそんな余裕ないし、そういうことは言えないはず。そうか。そうだから言えるし、簡単そうに言うわけよ、はいはい、そんな簡単なもんじゃないから。なるほどね。本当はね。ああ、そっか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 。本当そういうのある。あ、だからあれだよね、その下半身を使えとか腰を切れとかっていう話は何のためにそれ発信してるのかってことね、その人たちが。そうそう、振り遅れないためではないってことだよね。そうだろう。要は振り遅れない人がさらなる飛距離を得るため、うん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 、何かを得るためにやってることじゃん、うんうん、それが見た人が本当にそれが同じものが必要だったらやった方がいいけども、そうだね、うん、今やってる課題が違かったら、うん、その課題も違う。そうだね、うんうん、そう、もうトール君は多分道は間違いないと思いますので、うん、大丈夫だと思います、うん、俺はそうだよ、左手リードのボディーターンの腰切って打つんだから間違いない。そう、ショックス間違いないから。そうだよね、うん、間違いない。そこの時点でね。そうそうそう、下半身の使い方もそうだし、うん、全てにおいて自分が本当に今必要なものかどうか、うん、そういうものも見極めるのも大事だし、うんうんうん、そうで発信してる動画を、うん、発信してる側っていうのは、うん、そうなってないってことです、うん、言ってることっていうのは、まあ、自分がそれなってたらそうだよね。そのことは言わないよ、ね、言わない、うん、だからできてることだから当たり前のように言ってるっていう、うん、感じだから簡単そうに聞こえちゃうっていう動画です、うんうん、それをやって本当に成功してる人っていうのは言わないか、うん、もっとちゃんと説明するかのどっちかだから、うん、発信なんかしてる場合じゃない。そう、自分でツアー出てますから。そこでございます。なんで今回はですね、新年一発目、あのワンナップゴルフにとってはまあまあ真面目な動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。2024年もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。